アマゴサイクルです。スーパー行ったらね、こんなうまそうなね、これこれね、豚ロース肉のね、しゃぶしゃぶ用なんですよね。ちょっと時期が外れてますけど、しゃぶしゃぶしたいと思いますね。はいはい、この鍋のね、だしですけどね、ね、やっぱりね、いろいろありますけどもね、私は基本的にはね、この昆布だしでしたいと思います。はい、まだ火はつけておりません。昆布をね、この入れましょうね。はい、あとね、10分ぐらいね、はい、はい、10分漬け込みます。はい、時間に余裕のある方はね、30分ぐらいつけてください。そうですね、これちょっとね、あの白ネギを入れますね、一緒にね。で、豚しゃぶ、豚ロースしゃぶしゃぶとね、この白ネギを一緒に食べるとね、また美味しいんですよ。はい、そしてあとでですね、これね、お皿も王将の餃子ですけどもね、はい、これ冷凍餃子ですけどね、王将さんの、これは後でね、水餃子また美味しいんですよ。うん、なかなかいけますよね。焼き餃子に飽きたらね、水餃子もね、あっさりしていいですよ。はい、つけだれはですね、やっぱりもう定番のポン酢で十分美味しいですね。餃子の方もポン酢で美味しいです。はい、とね、まだ10分経っておりませんけどもね、10分経ってね、強火でね、一気に昆布をね、煮てしまうとね、臭みやね、えぐみが出るんですわ。なので10分経ってからね、弱火でゆっくりと温めるとね、昆布のうまみがじわっとね、出てきておりますね。昆布はね、煮すぎたらダメなんですよね。はい、美味しくないね。ね、今ね、昆布のね、うまみ成分がね、溶け出しておりますね。はい、ちょっとね、この辺で沸騰させすぎるとね、昆布はあかんのでね、ここで取り出します。はい、これね、別に後からね、スコンブにして食べることも可能なんですよ。はい、それではね、いただきたいと思いますね。昆布のね、美味しい出汁が出ましたのでね、豚ロース肉のしゃぶしゃぶと行きましょう。いや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 、こんな久しぶりやな。ね、よし、お名前なんだろうと。ネギ、ね、白ネギ入れましょう。これね、白ネギとの相性は抜群です。いやいやいや、うん、いやいや、大したもんやな、豚ロース。うん、ネギとね、ネギと一緒にこう食べるんですよ、うん、白ネギね。うまい、うまい。はい、しゃぶしゃぶはこうだよね、しゃぶしゃぶと。
豚しゃぶ、ね、牛しゃぶ食べ放題っていう店あるでしょうね。何回か行ったことあるんですよ。結構おいしいしね。もう私は牛しゃぶより豚しゃぶ、この豚しゃぶのが好きですね。俺のがうまいですわ、うん、最近友達からお呼びかからんからね、行ってないけどね。そうそう、今ねちょっとねアルコールの提供ないからねダメだと思いますけど、うん、だから家飲みで乾杯ですな。はい、王将の餃子を入れたいと思います。生餃子を買ってきて冷凍にしています。よし、ちょっと、あ、もういいかな。うん、ポロンポロン。ね、水餃子やな。で、つけだれはね、このポン酢で OK なんですよ。ポン酢でうまいです。はい。ね、王将のね、水餃子。ポン酢でいただきますね。はい。あっさり味でいただけます。焼き餃子に飽きたら水餃子もね、ぜひ美味しいです。ああ、体がね、温まってきましたよ。うん、うまいうまいうまい、ね、これいきますよ、ほんま、水餃子。それではね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうもね、ご視聴ありがとうございました。